オイルホースを取り外していきます。オイルホースはオイルポンプに取り付けられているんですが、そのまま取り付けられているホースを取り外せば良いという作業になります。難しい作業ではないんですが、組み上げるときにどのホースがどこについていたかということを覚えておくと作業がスムーズになるかと思いますので、写真等を撮ってですね、覚えておくということをしておくと良いかと思います。注意点としては結構固着している可能性が高いので、そういった場合は、マイナスドライバーとかで少し力を入れてあげて取り外していただければ良いかと思います。簡単になりますが、ホース取り外しの説明を終わります。